こんにちは、小林正弘です。山本博史です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日は2人でお届けしますが、はい、何の話でしょうか。はい、テーマは、はい、大金を失ってしまうのは、うん、どんな時。大金は失いたくないですからねこれは知っておきたい。失いたくないですか。失いたくないですね。そう当たり前かなんか、はい、山本さんにはもう何度もこれまでね聞いていただいてきたと思うんですけど、はいはい、僕まあまあそのお金を失う経験が多くて恥ずかしながらみたいな、はい、でも結局挑戦する数が多いから、はい、あのなんかやっぱお金かかるじゃないですか、うん、挑戦するとそれでうまくいかないとかはどうしても多くて、はい、いろいろあるんですよね。あのトライしたけどダメでしたっていうお金の失い方もあれば、うんはい、騙されちゃってお金を失っちゃったっていうものもあれば、はいまあ、学びだと思って投資したら意味がなかったっていうか、はいまあ、あんまり役に立たなかったみたいなものとか、うん、あ過去にあれもありましたね。300万失って、はいはいはい、もう一回300万払って成功したみたいな話、はい、あれも最初300万失ってるのはあれ学び系に投資したけど、はい、ちょっとあまりこう得られるものがなかったっていうのがあったんですけど、はい、こうやって大金を失うことはすごく多くて、うんまあ、あんま個別には話さないんですけど、考えてみたんですよね。どれぐらいこう失う、はい、もうね すごいんですよ。自分でも嫌になるぐらい あの時に300万飛ばした、あの時に1000万なくなった、はい、あの時は100万か少ない、少なくて済んだ、いや少なくないみたいな、100万でかいでかいみたいな、もう感覚もないみたいな、はい、だからもう少なくとも数千万は余裕、まあ、1億いってなければいいなとか、はい、それぐらいは多分飛んでるんですよね。もう嫌だから足し算もしたくないんですけど、はい、それぐらいお金を失ってきていて、うんまあ、どんなパターンがあるかっていうのも一応ちょっとお話ししとくと、はいまあ、ちょっとさっきちょっと言っちゃったんですけど、一、うん、つは学び系に投資をして、はいでまあ、得るものもあったけど、うんまあ、費用を取り返すほどの学びがないパターンって結構僕の場合、うんはいはいはいまあ、自分の努力不足もあったかもしれないんですけど、うんまあ、どう考えてもちょっと足んなかったなとか、はい、費用とその得られいただいたサービス、うん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 、益務情報が釣り合ってないなみたいなものもあったんですよ、はい、これもあったし、あとは一番辛かったのはその投資系で、うん、嘘を騙されたっていうことですね、うん、それは辛すぎますね。これね本当辛いんですけど、はい、食らっちゃうんですよね、はい、この間その出演いただいたカブトエイト先生もそうでした。カブトエイトさんもカブトエイトさんはそこからもう本当苦難の人生を始まる地獄みたい。2000万でしたっけ。そうですね、2000万3000万か、はいね、お金が投資詐欺で失って、その後新聞配達とかってお金掛け持ちで、はいはいはい、3つぐらい掛け持ちで稼いで、ねはいはい、その後株に出会って、はい、オクトレーダーになってお金返したって言ってましたけど、まあ、すごいですけどね、その話、はい、それはぜひそれで聞いていただきたいんですけど、はいまあ、僕もそういう似たような話はもうあまたあって、はい、なんか運用してくれるっていうから投資したらそれが飛んじゃったっていうパターンとか、うん、あと仮想通貨暗号通貨も自分で判断して自分の取引所とウォレットで管理する資産運用としての仮想通貨暗号資産は僕ポジティブですごいやってるんですよ、はいはいはい、なんですけど、なんかとある仕組みに投資して、うんうん、でその向こうにお金を預けたものが爆、はい、上がりして、はい、後で返ってくるみたいな話とか、はい、こういうものとかも2016、7年ぐらいで暗号資産がちょっと流行り始めたんですね、はいうんうんうん、いっぱいあったんですよね、そういうのが。アルトコインとかが出始めた、ね、そうです、アルトコインがもういっぱい出てきたから、はいはい、でこの新しいコインが、うん、100倍になるみたいなね、はい、とかもあって、まあ、自分で持ってても全く何も上がらなくて、うん、でデータクズみたいなデータゴミみたいになっちゃってる通貨も何十通貨が持ってますけど、はい、まあ、例えば、うん、某芸能人が、はい、このコイン仮想通貨がもうこれから来るから、はい、って言って看板になってた ありましたね、すごい有名な G さんがやってたアルファベット G さんがやってた仮想通貨は、はいはいはい、まあ僕一回ジャブで、はい、いや60万ぐらい、まあ、当時ね、うん、何イーサリアムだったかな、イーサリアムで買う通貨だったんですけど、はい、イーサリアムでこう60万相当ぐらいだっただけ覚えてるんですよね、はい、で買っといたんですよ、はい、まあ上がったら嬉しいし、うん、とんでもまあ自分の判断で余剰資金でやろうということで60万相当投資して、さっき見たら2400円でしたから大失敗はいはいはい、はい、で、まあ、その G さんは今なかった
なってますよね。はい、まあまあそういうのも、もう一本、まあ小さな、うん、60万だったらね、はい、まあでかいか、でかいですよね。まあ、でかいですよ。でかいですよね。はい、まあ、僕の場合はもう巻いちゃってね、60万小さいな、いや、小さくない、小さくないみたいな、まあでもそういう失敗もあったね。はい、で、あと、まあ、その運用系もあるんですけど、あとはね、あの実業に投資する、まあ、エンジェル投資みたいなものも過去やってきてて、はい、でうまくいってるものとかもすごくあるんですよ、もちろんあるんですけど、はい、失敗もちゃんとあるんですよ。うん、でそれは何百万とか投資して、まあ、1000万投資して、運営してたけどその事業がうまくいかなくなっちゃったとか、うん、まあ、あとはね、Amazon を使った物販の仕組み、はい、まあ、うちもスクールやってるんで、はい、Amazon の物品販売は全然今副業としては再現性高くておすすめなんですけど、はい、まあ、かなり特殊な Amazon のを活用した、スキームがをやってる企業があって、はい、そこが面白いなと思って、うん、そこにこう投資したらとある規約変更とか、はい、運賃の変更とかで、うん、そのスキームで利益が出なくなっちゃって、なるほど、あらり 15% ぐらい出るビジネスが 0% になっちゃって、はい、で、ダメになっちゃいましたっつって、ね、はい、それで事業が失敗したりとか、うん、こういう事業失敗して投資したお金も企業ランニングコストで吸収されちゃって帰ってこなくて、でもこれは投資家として失敗しただけで、はい、もうしょうがないみたいな、うん、感じの失敗とかね、まあ、こういうふうにこういろいろあるんですよね、はいはい、お金を失うパターンが、はい、で、じゃあ共通して言えることは何かって話をしておくと、うんうん、結論は安きに流れたっていう結論なんですよ。あ、そうですか、なるほど。そう、楽な方に逃げるっていうマインドがちょっとあって、はい、まあ、どういうことかっていう と、ここにお金を投じれば、うん、お金が、もうその増えるだろうと、はい、思って投資するとか、うん、まあ、学び系だけはちょっと違って、まあ、自分のプラスになると思って投資するんだけど、まあ、中身があんまなかったっていう失敗とかもあるんで、はい、ここだけはちょっとまあイレギュラーなんですけど、うん、まあ、でもちょっとその人に依存する感覚っていうんですか、うん、まあ、ちょっとこう依存して何とかしてもらいたいっていう気持ちがやっぱあるほどうまくいかないんですけど、はい、まあ、だから自分の努力するフェーズじゃなくて、うん、何か人とか仕組みとかサービスとか案件にお金を投げて、はい、うん、なるほど、美味しい思いをしたいっていう気持ちが出て、お金を投じたこと時に大体飛ぶんですよね。なるほど。でこれはまあ、僕確かポッドキャスト初期で言ってたと思うんですけど、はい、そのグリップできてない収入なんですよ、うん、自分でこう握ってない掌握してない収入に期待して依存して、うん、お金を投じると大体うまくいかない、うん、なるほど。どうですかね、打率1割とかですよね。1割1割が2割いかないんじゃないですか。僕の選定センスが悪いのもありますけど、まあ、1、2割だろうなと、はい、まあ、でも他の経営者の方の話聞いても、うん、まあ、1、2割かもっと低いか打率ゼロの人もいますしね。だからそれぐらい難しいと思うんです、はい、その自分が関与せずに仕組みになんとかうまく上がってくれっていうのは非常に難しいものが多くて、で、まあ、ただ一応説明しておくと、例えば投資信託とか、はい、ああいう ETF みたいな、うん、誰もが分かる大きな証券会社 で、うん、で投資先が明確で、はい、プロ の、 投資ファンドマネージャーたちが運用している仕組みに月5000、1万円し、うん、運用するっていうものが、じゃあそれが安きに流れてるかというとそれはちょっと違ってて、はい、それは何ですか、どう見ても社会的にリスクが低い仕組みがもう出来上がっているところに少額を積んでいくじゃないですか、はいはい、こういうものはリスク低いんですよ、うん、僕が気をつけてほしい安きに流れちゃってる案件っていうのは、うん、氷回りなんですよね、まず、はい、